イサーク・エマヌイロビチ・バーベリは、ロシアの作家。短編小説の名手と言われ、代表作である短編集、オデッサ物語、騎兵隊は1920年代のロシアに衝撃を与えた。1930年代のソビエト連邦で起きた、大粛清の対象とされ、銃殺された。1908年当時のバーベリ・バーベリは、国会に面する港町オデッサのユダヤ人商人の、 家庭で生まれた。一家はニコラーエフに引っ越し、バーベリーはこの町の小学校で英語、ドイツ語、フランス語などを学んだ。1905年初頭にバーベリーはオデッサの商業学校に入学し、年末に一家はオデッサに戻る。バーベリーは家庭ではイディッシュ語、聖書、ユダヤ立法の教育を受けていた。二十世紀初頭のオデッサの中産階級の間では、 子供に音楽を習わせることが流行しており、バーベリーもその例に漏れず、父からバイオリンを習うよう強制されていた。商業学校在学中に、モーパッサンやフローベールなどのフランスの文学作品に傾倒し、フランス語による短編をいくつか書いた。学生数に占めるユダヤ人指定の入学割当制度のため、バーベリーは、オデッサ大学に入学できず、キエフ在務。 企業活動短科大学に進学した。1911年にバーベリは大学に進学し、この地で最初の妻となるエブゲーニアグロンフェインと知り合った。1913年、キエフの雑誌でデビュー作となる、ロー、シュロイメを発表する。1915年にバーベリはペテルブルクに上京し、ペテルブルク精神神経症短科大学法学部に編入学した。 ペテルブルクで作家マクシム・ゴーリキーと知り合い、状況の翌1916年にゴーリキーは自身が編集する雑誌、年代記11号にバーベリの短編、イリア・イサークビチとマルガリータ・プロコフィエブナ、ママとリンマとアラを掲載した。しかし、ロシア政府はバーベリの小説を公場領族と見出すものだと判断し、バーベリは処罰を受ける寸前の状態に追い込まれる。 年代記11号に掲載された2作に続いて発表した作品はゴーリキーの目にかなうものではなくゴーリキーの助言を受けてバーベリーは人生を知るために創作活動を中断した1917年にロシア革命が勃発した後バーベリーは陸軍に志願入隊しルーマニア方面に出征した1917年末にチェーカーに入隊マラリアにかかった バーベリは1918年に除隊となって、オデッサに戻る。その後、バーベリは、チェーカー、文部人民委員会、食料調発隊、ユ輸ニチ討伐隊、第一騎兵隊に勤務した。1920年には、セミョン・ブジョーン・ヌイシキカの第一騎兵隊に記者として従軍した。バーベリは、キリール・バシーリエビチ・リュートフという、ロシア人名を名乗って、蘇生を隠し、 赤い騎兵が見えの戦況の報告、前線のコサック兵の政治教育を行った。従軍記者となったバーベリは、ガリツやボルイニといったユダヤ人が多く居住する地域を転々とするが、ポーランドからの解放を待ち望んでいたコサック兵が行った残虐な行為を目の当たりにし、革命自体に疑問を抱くようになる。漠然とした革命意識を抱いていたバーベリは、 前線の光景に衝撃を受け、1920年末までにオデッサに帰郷する。創作を中断していた時期の社会経験は、バーベリーの作風に影響を与え、後年に自分の思想を明瞭に表現できるようになったと、10回している。こうした社会活動の間、1919年にバーベリーは、エブゲーニアと結婚した。オデッサの国立出版社に勤務した後、 1921年にコーカサスのバトゥミ近郊で療養生活を送る。1923年から創作活動を再開したバーベリは雑誌リフに詩を、手紙、ドルグ賞譜の詩、王様の四つの短編を発表した。翌1924年にバーベリはモスクワに移る。1924年25年に短編集オデッサ物語、 1926年に、騎兵隊が刊行され、バーベリは、作家としての名声を確立した。ゴーリキー、ビクトル・シクロフスキー、アレクサンドル・ボロンスキー、アレクセイ・クルチョーヌ・イフラの著述家は、バーベリに対する論評を多く発表し、評論家のレジュネフは、バーベリが本格的な創作活動を開始してから3年の間に、彼の作品数を上回る。 多数の批評が書き起こされたことを記している。オデッサ物語と騎兵隊によってバーベリーの名声は最高潮に達するが、その後は自伝的作品を主とするわずかな作品を発表するに止まった。1930年にバーベリーはウクライナ旅行中に強制的な農業集団化とクラークの絶滅が農村にもたらした残虐な現実を目の当たりにした。バーベリーは この事実について公的な見解を表明しなかったが、アントーニーナには個人的な考えを打ち明けている。ウクライナから過去に与えられていた恵みは失われた。ウクライナを襲った基金と我々の国土全体で行われている損落の解体によって、1928年から1934年にかけてバーベリーはしばしばフランスを訪問している。1925年に 妻のエブゲーニア、母、妹はフランスに亡命しており、1929年に娘のナターリアがパリで生まれる。家族と離れ離れの生活は、バーベリーにとって辛いものになったが、彼は作家が祖国を離れることは、自殺行為であると考え、亡命を図ることは一度もなかった。ロシアから数度出国したが、新生国家であるソ連への希望と信頼を最後まで、 抱き続ける。1932年9月にバーベリは平和文化用語大会の大議員としてフランスを訪れ翌年8月まで滞在した。1930年代に入るとバーベリが発表した作品の数は激減する。1928年から開始された第一次後、可燃計画の翌年頃から共産党は文学に対する指導を強め、党は 社会の要求を果たすことを作家に求め、バーベリも社会の要求の達成と彼自身が望む自己表現の折衷を試みるが、成果は現れなかった。当は、バーベリに多額の報酬を提示して、創作を依頼するが、宮殿で創作はやれないと依頼を断ったことを彼の娘のナターリアは記している。1920年代後半から、バーベリはブルジョア人同主義、 個人的な作風を新聞、雑誌から攻撃され、家族が西側の世界に亡命したこともバーベリーの立場を危ういものにした。社会の要求に応えて農業集団化、ユダヤ人のソ連社会への同化を称える作品の執筆に取り掛かったこともあったが、失敗に終わっている。1930年代のソビエト文学界の抑圧的な環境は創作を制限し、 バーベリはソ連を代表する作家の一人と、みなされながらも、政府から動向を疑われていた。ヨシフ・スターリンは、ソ連のインテリゲンチャを統制下に置き、すべての作家や芸術家は、社会主義リアリズムを受容するように命じると、バーベリは公的な場に姿を現さなくなっていく。フォルマリズムに対する反対運動の中で、バーベリは、非生産的な作風のために公的に批判を受ける。 この時、他のソ連の作家の多くは恐怖し、必死になって過去の作品をスターリンの希望に沿う形に書き直した。しかし、バーベリーは同時ず、自分のモントである作家のイリア・エレンブルグに、6ヶ月のうちに、党はフォルマリストと和解し、別の活動を始めるだろうと打ち明けている。1934年に開催された、 ソビエト連邦作家同盟の最初の会議において、バーベリは自分が沈黙の様式という新しい文学様式の第一人者になっていることを皮肉な調子で指摘した。アメリカの著述家、マックス・イーストマンは1934年に刊行した辞書アーティスト・イン・ユニフォーム内のイサーク・バーベリの沈黙という章の中で文芸家としてのバーベリは公的な場で沈黙を守る。 ことが多くなっていることを述べている。バーベリーは内務人民委員部長官、ニコライ・エジョフの妻エブゲーニアの文学サロンに入り浸り、彼女と不倫関係を持つようになっていた。そして、スターリンは、バーベリーの軽率な、振る舞い、彼の作品である赤い騎兵隊の内容を不快に感じていた。1939年5月15日、モスクワのアパートで眠っていた。 バーベリの内縁の妻アントーニナ・ピロシコバはドアを叩く音で起こされドアを開けると4人の NKVD の職員が立っていたアントーニナは驚きながらもペレデルキノにあるバーベリのダーチャへの同行に同意したその後バーベリは逮捕されるが逮捕された理由は明らかになっていない二人は車内に連行されアントーニナはドライバーの横の助手席に座りバーベリは一人の職員と共に 後部座席に座った。バーベリーは母が私からの手紙を受け取れないのは最悪だと言い、長い間沈黙していた。そして、隣に座っている NKVD の職員にあなたはあまり寝ていないように見受けられるが、どうだろうかと尋ね、笑ったという。バーベリーたちを乗せた車はルビアンカ刑務所に着き、門をくぐって中に入ると巨大な、 閉じられた扉の前で止まり、扉の前には警備についていた二人の保証が立っていた。バーベリーは暗闘に名を抱きしめて、口づけをし、いつかまた会えるだろうと言い残して振り返ることなく、車を降り、扉の向こうに向かったという。ルビアンカ刑務所に収容された後、バーベリーの消息は途絶える。逮捕から十三年後、パリのバーベリーの家族は1 9 4一年三月十七日に、 バーベリーが死亡した公式の通知をソ連政府から受け取るが死亡の場所、状況は不明瞭なままだった。1990年代初頭にバーベリーが受けた尋問の記録が発見され逮捕後に途絶えていたバーベリーの行方が明らかになり、1940年に銃殺されていたことが判明した。ケース百十九バーベル、IE という名前が付けられた調書によれば、 逮捕にあたって、トローツキズム、テロリズム、オーストリアとフランスのスパイという罪状を挙げられ、バーベリは、ルビアンカ刑務所とブトイルカ刑務所に8ヶ月の間、交流された。最初の取り調べでは、バーベリはこれらの罪状を断固として否認していたが、3日後に、突然、自白し、尋問した人間に共謀者の存在を訴えたが、刑務所の中で、バーベリは暴行。 拷問を受けていたと考えられている。取り調べの中では、セルゲー・エーゼンシテイン、ソロモン・ミホイルス、イリアイレンブルグラ・バーベリと親しい人物が、共謀者として挙げられていた。バーベリは、数ヶ月にわたって、ラブレンチー・ベリアに直接弾丸の手紙を出したにも、かかわらず、未発表の原稿の引き取りを拒否される。 1939年10月にバーベリーは尋問のため再び召喚され、私は刑務所の中で何人かの人間を中傷する罪を犯したため、取り調べにあたって考慮を求める。と述べて以前の証言を否認した。バーベリーの発言、エイゼンシュテイン、ミホエルス、エレンブルグラの罪状を必死になって拾い上げようとする NKVD の動きをより遅らせる。 1940年1月16日にスターリンは346人の処刑命令書に署名し、その中にはバーベリーの名前も含まれていた。ベリアの個室で開かれた秘密の裁判では、フランス及びオーストリアの諜報機関のスパイ、人民の敵であるエジョフの妻との密通という罪状が挙げられ、バーベリーは無罪を主張した。私は無罪だ。スパイだったことはない。 ソ連に対して反抗的な行動を起こしたことは一切ない。私は誤って自己批判を行い、自分自身と他人に冤罪を被せることを余儀なくされた。ただ一つだけの要求は自分の仕事を完成させることだ。という言葉が処刑前のバーベリーの最後の言葉として記録されている。1940年1月27日午前1時30分にバーベリーは銃殺され、 遺体は焼却処分された。バーベリーの遺体は、エジョフや他の大粛清の犠牲者と共に、モスクワのドンスコイ修道院の共同墓地の穴に投げ込まれ、その穴から二十本ほど離れた場所にかつて彼と密通していたエブゲーニアの墓が建てられた。ソ連の崩壊後、バーベリーが葬られた墓地に、ここには遺体が埋葬され、政治的な抑圧によって粛清された犠牲者が、 葬られている。彼らのことを決して忘れてはならないと刻まれた記念碑が設置された。バーベリーの作品を英語に簡約したピーター・コンスタンティンは彼の死を20世紀文学最大の悲劇の一つと呼んでいる。逮捕の日からバーベリーの存在はソビエト連邦から抹消された。文学時点や百科時点、学校と大学のシラバスから バーベリーの名前が削除され、あらゆる公的な場面で名前を出すことができなくなった。マーク・ドーンス・コイによる有名なゴーリキー三部作は、バーベリーがシナリオを手掛けていたが、逮捕の翌年に公開された時に、彼の名前はクレジットから削除されていた。1954年12月23日に、ソ連最高裁判所軍事法廷は1940年1月26日に、 バーベリーに対して下した軍事法廷の判決を無効であると発表した。1956年にバーベリーの名誉が回復され、同年4月にバーベリー文学遺産調査委員会が発足する。翌1957年に国立文学出版社から作品集の審判が刊行された。長らくアメリカに移住していたアントーニナは名誉回復の時に初めて、 バーベリーが処刑された事実を知った。バーベリーはロシア文学の伝統的なジャンルである長編小説ではなく、ロシアではさほど注目されていなかった西欧流の短編小説を活躍の場に選び、晩年に行われた対談の中で自分は短編小説向けの気質があると述べている。バーベリーは少年時代からフランス語やフランス文学を好み、特に義、 ドモーパスさんに傾倒し、駆け出し時代のエッセイの中で、モーパスさんを自らの文学的理想像に挙げていた。無名時代に発表したエッセイ、オデッサにおいて、バーベリは、閉塞的な状態に陥っている旧来のロシア文学からの脱却と、明るく輝く太陽の描写、生命力に満ちた世界を構築できる、ロシアのモーパスさん、文学のメシアによる、 新たな文学の開拓を唱え、自分自身がこうした存在にならんと宣言した。オデッサの発表から数年を経た後に刊行されたオデッサ物語で、かつて掲げた新しい世界の構築が実現された。バーベリの文体は華麗で、想像力と巧みな比喩、規制の道徳にとらわれない表現は読み手に強い印象を与える。その文体は象徴派から発して、アレクセイ・レイミゾフ。 エブゲーニー・ザミアーチンなどの作家に継承された装飾的散文の系譜に連なるものだとされている。従来の装飾的散文は、比喩に比喩を重ねていたために、作品世界の魅力が損なわれていたが、極力文体を切り詰めるバーベリーのスタイルは、言語と言語、モチーフとモチーフの関係をより緊密にし、密度の高い世界を作り上げることができた。バーベリーのロシア語の文章には、 英語やイディッシュ語の当事法が用いられているが、これはロシア語、イディッシュ語、フランス語などの多くの言語に囲まれて育った幼少期の環境に追うところが多い。表現方法はしばしば自然主義文学の技法と関連づけられることもあるが、読者が受ける印象は自然主義に属する小説とは全く異なる。やがて、バーベリは自分の手法に行き詰まりを感じるようになり、 1925年に発表した自伝的短編、私の鳩小屋の物語以後文体は大きく変化し、簡潔かつ精緻な古典的文体で人物の心理と社会背景を踏まえた作品を発表するようになった。バーベリーの作品には、繊細な魂と荒々しく凶暴な出来事が、遭遇した時に見られるある種の静寂が存在し、その中で精神の均衡が保たれている。 人生の初期にユダヤ人の生活やイディッシュ文化に関する知識を習得したバーベリーは序実活動の中でそれらの経験を活用し作品の根底にはユダヤ人が受けて迫害に遭遇した体験迫害がもたらした流血と破壊の衝撃があると考えられている第一期兵隊時代のバーベリーは荒々しい性格のコサック兵からは孤立し 遠征先のガリツヤやボルイニに居住する同胞のユダヤ人に精神的な救いを求めていたが、また、故郷のオデッサに住むユダヤ人と異なる性質を持つガリツヤ、ボルイニのユダヤ人に違和感を抱いていた。騎兵隊の表紙バーベリの作品として、短編集、二十数作の短編小説、二編の戯曲、数編の映画シナリオとエッセイが存在する。 バーベリーは一時期長編小説の執筆を考えていたこともあったが、死後に残された作品は映画のシナリオと劇曲を除いて短編小説のみとなっている。1939年にバーベリーが逮捕された際に彼が所有していた原稿、書簡、日記などの資料は内務人民委員部によって没収され、没収された資料の行方は明らかになっていない。 ユダヤ系作家が多いソビエト文学界の中でもバーベリーの作品は際立ってユダヤ色が強い。バーベリーはオデッサの中で明るく生命力にあふれるオデッサの街を称えエッセイの中で描写されたオデッサのユダヤ人の姿はオデッサ物語の登場人物に反映された。オデッサのユダヤ人の生活を描いた短編集オデッサ物語は1924年に初めて 観光され、その後新しい短編が随時追加されていった。オデッサ物語には、オデッサ独特のロシア語の言い回しや語彙が使われており、国際都市であるオデッサの雰囲気を表現するため、ウクライナ語、ポーランド語の語彙が散りばめられている。バーベルが本格的に創作活動を開始した1920年代は、内戦の終結から間もない時期であり、 おデッサ物語に属する短編の注目度は低く、作家や批評家からは、騎兵隊が注目を集めていた。騎兵隊は発表当時大きな反響を呼び、従軍記者時代のバーベリーの上官だった部長オンルイは、バーベリ、ー、そして彼を称賛したゴーリキーを攻撃する文を発表している。騎兵隊は19、1920年末にタス通信の前身である、ロスタ通信の特派員として、 ポーランドに向かい、第一期兵隊に従軍した、際の体験をもとに書き上げた作品である。騎兵隊では、前線で起きた、残虐な出来事や様々な兵士の人格が簡潔な、文体で記述され、一見グロテスクな印象を受けるが、凶暴な事件は、相反する繊細な魂も、また作中に存在することを、暗黙のうちに証明している。 1920年の従軍記者時代につけていた日記は、キエフの友人のもとに預けられていたために没収されずに残り、1990年に初めて残された部分が完全な形で活字にされて交換された。日記は創作のヒントとすることを意図してつけられたものだと思われ、騎兵隊のもとになる人物と事件、それらの本質が書き留められていた。ありがとうございます。